なんでだよサスケ、なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。たとえ誰であろうと指図される義理はね。俺はオロチマルのところへ。あいつはオロチマルはお前の体を入れ物として欲しがって戻ってこれねえかもしんねえ。そんなところにミスミスお前を行かせられっか。俺の目的が達成できる。それでいい。お前は死ねってばよ。お前は力ずくでも連れ戻す。こらえやがった。なんとかしねえと。このままじゃ、これってばお前にとって仲間でも何でもねえのかよ。俺たちは口にこそ出さなくても友達だって思ってたのよ。だけどそう思っていたのは俺の方だけかもしんねえけど、それでもなんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。俺の邪魔をするのだ。だって仕方ねえ。なんでわからねえんだサスケ。なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。戦闘開始。くらえ。
勝負あり。負ける気がしねえ。そろそろしまいにしようぜ。これまでの戦いをナルト、サスケ、本心の力を込めた螺旋丸と千鳥がぶつかり合い、二人の死闘はついに決着の時を迎えた。